今日も残暑が続きました水面上。前半戦から続いた追い風はここに来てだいぶ収まってきています水面状況です。 G1 徳山クラウン争奪戦解説71周年記念競争、ここからベスト18が登場です。一つ目の準優勝戦第10レースを迎えています。コース争いは動きなく、スタートまで1分を切りまして、ターン幕品内枠勢近づいていきます。予選1位の勝ち上がりとなりました1番の丸野和樹、2年ぶりの G1 優勝へ王手をかけます。1コースに1番の丸野、その丸野と同じく今年ここまで G1 は3回の優勝があります2番の吉川元博、2コースから。昨年優勝は3コースに3番の辻栄蔵、 G1 初優勝がここ徳山です。4コースから1は4番西村拓也、5コース5番の大峰豊、地元勢は4人が予選突破、徳山 G1 6年ぶりの優勝がかかります大峰、6コースには18位の勝ち上がり6番の藤原慶志郎、 G14 度目の優勝がかかります。風はほぼ収まって絶好のコンディション、スタートまで10秒を切ります。進入台形はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。やや目立ったのは4コース5コースも6点大きな差はありません。1コースから出ていく1番の丸野が逃げる、打ちをついて2番の吉川、まくりに行ったのは3番の辻、2人がやや競り合う展開でちょっとバランス崩したのは3番の辻、この間に1番の丸野が逃げてリードは2点進半。スタートは前提正常でした。ここで2番手2番吉川一歩リード、アウトコースにつける3番辻、その後ろ内から5番の大峰、2マークの旋回、1番の丸野が先頭をここも抜け出す。3番手アタックでした5番の大峰でしたが届きません。上位3手早々と抜け出してレースは2周目、先頭1番の丸野がリードを広げます。一方2番手2番の吉川、内をついてきた3番の辻、さあ2番手内から並びかける、2周1マークの旋回外からかわした、ここは吉川振り切った、一気に2番手リードを広げます。バックストレッチでは2番手3番手その差ここで4点進近くまで開いています。まずは一つ目の準優勝戦内枠勢上位独占の展開、2周2枠を迎えます。先頭が1番の丸野、2番手水槽に2番の吉川でホームストレッチへと移ります。3番手に3番の辻、その後ろ3、4番手差は5点進ほどと開きました。5番の大峰4番手、6番の藤原5番手、最後方に4番西村追走です。最終周回に入りまして先頭1番の丸野、最終の1マークを旋回、2番手追走2番の吉川、3番手3番の辻、最後のバックストレッチへと確定が移ります。シリーズリーダー予選1位の勝ち上がり1番の丸野、最初の準優勝戦登場できっちり逃げました。早くもファイナル1号艇が見えてきました。最終ターン幕の旋回、2番手続くのが2番の吉川で2連単1番2番 2.5 倍、3連単1番2番3番 6.3 倍の1番人気、先頭1番丸野五輪、2番吉川五輪、3番辻井五輪、5番大峰五輪、6番藤原五輪、4番西村五輪。徳山クラウン争奪戦解説71周年記念競争準優勝戦第10レースを勝ちました1号艇丸野和樹選手です。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。一着おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今お気持ちいかがですか？まあほっとしてます。ほっとしたという感じなんですね。はい、はい、それでは準優勝戦振り返っていきましょう。進入内から1房さんダッシュ456枠成3対3です。丸野選手1コースから行きました。はい、このぐらいの時間帯がちょっと風向きが難しくなってきますね。そうですね、レース前から急に向かい風吹いて止まってっていう感じでちょっと難しい条件でした。はい、はい、ただ皆さんスタート素晴らしかったです。みんないい見え方で行ってると思いますね。すごいすごいなと思います。はい、その丸野選手も08か09というスタートになりました。はい、しっかりと腹くくっていきました。はいはい、フライング一本持ちながらもう絶対行くぞというお気持ちで。まあそうですね、1号艇なのでしっかりと行きたいなという思いはありました ね、はい、ね、皆さん結構ゼロ台の後半仲間あたりの人もいたという状況でしたけれども、はい、スリットからは気になった選手いらっしゃいましたか？いや特にいなかったですね。そうですか。はい、今日のターンの感じはどうですか？しっかりといい調整ができて今日は良かったと思います。そうですか。はい、昨日はもうちょっと合わせられるのかな、ゾーンには入ってるんだけどということでしたけれども、はい、今はかなりど真ん中に近い感じですか？そうですね、しっかりと
ど真ん中入っていると思います。そうですか、はいはい、もう残すところ調整に何か不安な部分とかっていうのはない状況ですかね。ほぼ微調整で不安なくいけると思います、はいはい、ダブルエース機の一機ではありましたけれども、はい、そこからしっかりとご自身の調整ができて今の段階なんですかね。いやもうもらった段階から微調整なので、そうですかモーター本体の力強さ様々ですね、はい、そうですか、はい、近況は三国の G2 から素晴らしい勢いなんですけれども、はい、今年や近況振り返りますと厳しい時もあったっていうお話をポロッとこぼされてた時ありましたね。そうですね、はいはい、いつか上がってくるリズムがあると信じて、はい、やってきてますんで、うん、こうしていいリズムで超えてる時のチャンスをつかみたいと思います、はいはい、もちろんレース場にいる時もそうですが、はい、普段からのトレーニングやそういったことも加味して、はい、いろいろと合致したという感じなんですか。そうですね、トレーニングなどはやることは変わらないんですけど、はい、しっかりとダメな時も腐らずやるだけなので、はい、そうですね、はい、そして今一番勢いに乗ってますね。はい、だと思います、はいはい、さあそしてシリーズリーダーでここ一着ということで優勝戦1号艇を手にしました、はいはい、ファンの皆様にもう一言アピールお願いします。はい、明日もう一回逃げて優勝して帰りたいと思いますのでご声援のほどよろしくお願いします。さあそれでは今日もカメラさんもお願いしたいと思います、はい、もう常に前向きな姿勢でレースにそして日々のトレーニングに取り組んでいらっしゃる丸野選手です。準優勝戦10レースを勝ちました、はい、丸野選手でした。どうもありがとうございました。はい、丸野選手のビナインタビューをご覧いただきました。10レース準優勝戦の競争成績です。1着1番丸野和樹、2着2番吉川元博、